形式図7500型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、北海道関接鉄道が、アメリカのボールドウィンロコモティブワークスから1903年に4両、1904年に2両を、輸入した、車軸配置2から6から0端式に基頭の、飽和式機関車である。 メーカーにおける種別故障は8から 26D。1905年の北海道関接鉄道の国有鉄道への編入に伴って国有鉄道席を得たものである。北海道関接鉄道時代は B6 型と称し、番号は1903年生は27から30、1904年生は34、35であったが、関接鉄道編入後は EF 型と称した。 1909年の鉄道院の車両形式称号規定制定に伴って7500型と改版された。この際7270型に編入されるべき機車。製造性の2両が固定により本形式に編入されたが直ちに訂正された。形態的には典型的アメリカ古典機スタイルで機関車部分は先行する B5 型よりやや大型である。ボイラーは 第3貫道で急に太くなった、ワゴントップ式で、第2貫道上に、砂箱、第4貫道上に、蒸気ドームが設置されている。また、当初から、電灯式の全消灯を装備しており、運転室前のボイラー上に、蒸気タービン式発電機を備えていた。淡水車の台車は三軸編、ボギー式で、ボギー台車は釣り合い量式である。当初の使用線区は、 串路線を除く北海道関節鉄道前線で却下両用に使用された国有加護は名寄に集められていたがその後は入れ替えようとして朝日川に配置1933年頃には5両が函館1両は朝日川であった1937年1月に7501が廃車されたが 1941年には7502と7505が内房の配置となっていた。これらは太平洋戦争後まで国有鉄道の席にあり、最終的には釧路の配置となっていた。7500を除く4両は1948年1月、7500は1949年3月に廃車となった。ありがとうございます。